マリネンズフライブバトファブリック M 階級マリネンズフライブバトファブリック M 階級ハバージジャーまたは設計者の名前からホバー M 階級は1920年代のノルウェーの水上戦闘機である。1920年代初めにノルウェー王立海軍航空隊はソピースベイビー水上戦闘機に代わる戦闘機を求めて19の海外メーカーとコンタクトを取った。 ライセンス生産する4機の水上戦闘機の要求であったが、水上機の提案は少なく、使用を満たしたホッカーとニューポールの提案をそのコストは、予算を大きく上回るものであったので、海軍水上機製造の工場長のホバーは、布団の工場で設計、製作することを決めた。300馬力のイスパの水座エンジンを装備した戦闘機4機を海外メーカーの半分のコスト、22万。 ノルウェークローネで製作できると主張した。コスト見積もりがなされ、ノルウェーの国防大臣は1924年3月に計画を承認した。部品の製造は1924年8月に始まり、ドイツのゲッティンゲン航空研究所で翼は組み立てられ、試験は行われた。海軍の要求は時速2 0 0トルを超える速度と12分以内に3 0 0 0ルに 到達できる上昇力と空戦に耐える頑丈な構造を持つことであった。水蒸気としての水上での良好な特性も求められた。一般的なの一体の翼間支柱を持つ副容器であったが、水蒸気のフロートからの力を支えるために、下翼に胴体から支柱が追加されている。木製構造の機体で開放式コックピットがあった。 性能は1931年にヨーロッパの飛行高度記録を作るなど優れていたが、切りもみに入りやすい特性はパイロットに嫌われた。試作機は1925年6月4日に初飛行し、順調に試験飛行は行われた。翌日には最高速度と上昇率、到達高度の試験が行われたが、試験担当のラーツオ・ホルムが行方不明となった。 探検家のアムンゼインの捜索への参加を命じられたので、試験は一時中断された。試作機の機体番号会120は1925年9月13日の対空訓練の目標機を務め、1926年の2月から3月には、フロートの代わりにスキーを装備して運用された。海120の性能が要求を上回ったので、 予定された残りの3機の注文が1925年7月に行われた。若干の設計変更がされ、M 階9バイトとなり3機が製作され、当初は海軍航空隊に熱狂的に歓迎された。1926年9月にエンジンの故障から生じた切りもみ事故の結果、信頼は揺らぎ始めた。1928年7月から、 さらに4機の M 階9バイトが引き渡され、毎年行われる演習で、ベテランパイロットの操縦で参加したが、アクロバット飛行は禁止され、多くのパイロットは急激な操作を行うことを避けた。1929年8月に、海120が着陸時の事故で失われ、代替機が製作された。エンジンの出力不足から、戦闘機としての能力は不足で、 1929年秋からエンジンの換装が検討され始め、425HP のブリストルジュピターエンジニア、アームストロングシュドレージャガーセブンエンジンなどが検討された。操縦不能な切りもみに入る事故が続き、パイロットたちの信頼は常に低かった。7人の士官が製作中の号機の廃棄を進言した。これらの機体は木星胴体から、 交換構造に変更され、M 階級 C になり、最初の機体は1932年に完成したが、調査委員会は、M 階級を練習機、偵察機として用いることを中止し、退役させることを推奨した。改良によって問題は解決できるというホバーの抗議は入れられず、M 階級は退役され、予備機となることになった。ソッピースベビーが、 その少し前に廃棄されていたため、すぐに廃棄されることなく予備機として残されたが1930年代半ばまでには大半の機体が廃棄され、1939年5月に最後の4機が退役した。飛行可能な最後の1機が工場に戻され、博物館に保存されることになった。結局、M 階級は一度も戦闘機として運用されることなく、偵察機、 大撃機として運用された。ありがとうございます。